どうも、はい、ああどうもどうも。広いですね、めっちゃ。そうなのよ、玄関だけ。玄関すごい。どうもどうも、はい、今日はちょっと初めてね、来てくれて、はい、今日ちょっと人生相談。あ、そうですね。いいね、今何歳？今21になります。21歳、はい、21歳で格闘技を目指す若者で、はい、じゃあちょっといろいろ話を聞きましょう、はい。じゃあ行きましょう、はい、おいお願いします。おい、いやちょっとよく来てくれましたね今日ね。いや、こちらこそ。いろいろだから悩みをね抱えて、いろんな思想を持ってなんかやってたということで、それいつから思ったの、格闘家になりたいっていうのは。なんか本当は最初は2020年のほうほうほう、なんか1月12月か、うん、にこのジムちょっと見させてもらった時は仕事しようって思って。あ、普通に仕事して働こうと思ってたので、なんか菊田さんとかにいろいろ話聞いた時に、うん、なんか違う生き方もあるんだっていうのをちょっと教わったっていうか、うん、いきなりそんな話をしちゃったんですか、私が。あ、そうです。普通に行かなくていいんじゃねえかっていうことなんかそっちの方が楽しそうだなって僕は思ったんで。まあ、就職でもしようとしてたってことだね。あ、最初はそうです。お、そうなんだ。じゃあちょっとね、今日はね、もう 対面ですよ、もうこれは対面でもう腹割ってね、まあ話を合おうじゃないかってことでまあね、今練習してるんですよね、ジムでね、うん、で今日はね、訪ねてきてくれてね、まあ自殺願望じゃないけどこのまま生きててもなんかつまんないなみたいな。それ面白くない。あったっていうのはあります、ね、なんだろうね、それはね。あって今後なんかいろんなことがあるわけじゃない、はい、だからなんかこう希望に満ちてたんだよ。で実際そこに大人になってなんか大変だったっていうのはあるけどね。そんな10代からこのまま生きててもって、なんか学校行ってそのままさ、はい、なんかそんなこと思わなくない。だってそんな、まあ、学校自体面白くなかったんですけど。あ、勉強は、はい、うん、まあ、そのスポーツ陸上やってたんで、うん、まあ、やってたって言っても、うん、なんか勉強やりたくない消去法で、うん、やってたようなもんなんで。あ、勉強やりたくないけどスポーツは楽しんで、あ、そうそう、まあ、まだ学校なんか行けてたという。そうですね、だったんですけど、うん、そっちもなんか、あ、なんかあったのね、挫折というか。挫折っていうか、なんか常にその、うん、陸上の試合とかの時もなんか、うん、次があると思っていつもやってて、うん、次があると思って、うん、じゃ次があるってどういうこと、はい、だからなんか、うん、そのレースして、うん、なんかもう調子悪かったらすぐやめちゃうっていうか、うん、もう もういいやって、調子いい時にやればいいっていう、やればいいで、そういうなんか考え方で常に次があるって思っててやってた結果、うん、なんか次がいざなくなっちゃって、うん、あ、本当になくなっちゃった。はい、何やっていいかわからなかった途中で。そうですね、夢もない。あ、もともと勉強も全然やってこなかったんで、うん、でその勉強に沿った道しかでも、うん、見つけられなくて。なる、何かやるってもね、はい、そうだよね、勉強して何かをどっか行く、就職する、はい、大学の時もあれなの、もう死のうと思ったの。いやその時はまだ、あ、でもそう、何もなくなった時に、うん、なんかなくなっちゃったと思って、うん、漠然とずっと1年ぐらいずっとゲームしてて、うん、で、なんかそれってでも学生のうちしかできないことなんで、まあ、うんうん、でそういうなんか自由な時間も大人になったらなくなっちゃうし、仕事したい仕事なんてないし、あれだね、大人のなるってことはただ仕事して帰ってきて終わりだっていうのは、なんかこう、ね、大人になったら面白いことはないんだろうなっていう、なんかちょっと夢が見えなかったんだ ね。 そうですね、多分そうだね、はい、うん、それは僕もあったんですよ。あ、小さい頃にね、なんでみんな普通の、まあ、この時代普通に働いていくのかなってすごく思ってて、はい、でタイガーマスクはね、はい、テレビで映ったわけ、はい、でみんな応援してるわけだよ、わーっつって、はい、なんでみんな応援するんだろうって、自分がやればいいのにって、そう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 、そういうちょっとひねくれたやつでね、あ、うん、給料30万そんなみんな一律一緒でもっと稼げばいいのにみたいな、ね、その後とんでもないことなんだけどね、あ、うん、もうどれだけその30万を稼ぐのが大変か、一生懸命ねフリーターの時ね働いて1ヶ月だけすぐ働いたの、はい、そしたらね頑張って15万だったのよ、うん、15万じゃあ30万稼ぐのって大変なんだなって。あ、そうですよね、
そういう風になったね。まあ実際大変だったんですよ。いや、なんかどっか就職し、え、専門学校したんだね。あ、そうです。その時は、まあ、とりあえず、その、親が死ぬまで生きようみたいな、なんか、それだけは思って。ちょっと待って、じゃあ、あんまり生きることに、本当希望があんまりなかった感じ。うん、そうです、なんか、生きることに。妥協すでも完全に。あ、じゃあもう全然、本当に死んでもいいぐらいの感じじゃん、本当に。あ、まあでも、一応その仕事自体も、なんかその、うん、なんかその自然の中で暮らすような仕事。早くももうリタイア生活みたいな感じ。大人がよく、はい、だからファイヤーみたいなして。あ、この都会からとりあえず離れてみたいな。あ、じゃあもうつまらないなっていうのが、うん、自分の人生でちょっとつまんねえなって思った瞬間に、もうそういう自然の中で、そんな自給自足じゃないけど、お金そんな稼がないでいいから、あ、そうですね、のんびり暮らせたらいいなみたいな風になったってことね。あ、そういう。それもう60歳以上の人ですよ、お金の。なんか10代の人間考えることじゃないよ。でも会社行くのってやっぱ普通だと思ってたでしょ。あ、そうそう、それが当たり前。まあ、そうじゃなきゃ困るよね。確かに。だけど、はみ出してなかったらやっぱり自分もこういう形にはなってないんで、うん、でもそれはいけないよって、なんかどこから支えられるんですよ、生きてると。自由にしちゃいけないよって。はい、個人の自由をね、奪い取るんですよ。なるほど。ルールが全部あるからね。はい、その学校もそうだし会社もそうだし、はい、いや、よく従ってやってると思うよ、みんな。ああ、そうですよ、ね、あ、それでグラバカにね来たんだね。とりあえず最後だから、もうこの後どうせ働くから、もう今だけちょっと好きなことやってみようやったんですけど、うん、自分はねタイガーマスクにものすごい影響を受けてて、でそんな感じで突っ走ったらね、はい、柔道にはあんまりさ、柔道ってまあ結構頭おかしい人多いんだけど、やっぱりね、天才が多いから。でもみんな就職していくんですよ、はいはい、もうほとんどそう。で、そういう意味で確かに柔道で影響受けた人が見なくて、格闘技始めてからは影響受けた人っていうのは、そのまあ梶原一騎先生っていうね、はい、漫画のね、タイガーマスクを描いた、はい、やっぱ、ま、弟さんのね、牧先生、はい、で、あとは河本博さんってね、ブ、はい、ルーハートの、はい、影響受けて、あの河本博さんのさ、影響ってすごく大きくて、まあ自分ももうはみ出しちゃってるんで、あ、はいはい、はみ出したまま来てるんだけど、それを強く、いや、それでいいんだよって肯定してくれたのが、なんか本当に博さんの生の声ですね。ちょっと会う機会がなんか出てきた時に、はいはい、あ、これでいいんだ、それこそこんな大人でいいんだっていう。あの、決してふざけた大人じゃないって、あの人はものすごいツアーやってるしすごいんだけど、はいはい、まあ言葉を言い換えれば、こんなふざけてていいんだっていうか、あ、はいはいはい、っていうか、本当にこんな楽しいことだけをやってていいんだっていう、よく言うとね、そういうのね、すごいあって、はい、それでいろいろこうなっちゃったわけですよ。あ、なるほど。じゃあ、でももともとそういう考えがあって、うん、それ、そっからですか。自分で自分を分析するとね、今、タイガーマスク憧れた時点でもう、あ、そっか、ぶっ飛んでるんですよ。そうですよね。まともに働く気なんかないわけ。小学校でもう戦いながら生きていくんだっていう、はい、勉強をやめる決心をしたと中2で、そしたらもう漢字も何にも分からなくなっちゃって、もう大変だった。でも高校大学はさ、自然に行っちゃうじゃん。あ、はい、うん、だから意味が分かんなくなるわけよ。だってみんなはね、就職するため、いい大学行くために塾行って何だってじゃん、はいはい、もうだって柔道やってたら全部決まってんだもん、いいところは。ああ、そっかそっか。なんでこんなのにいちいちみんな必死になった親が柔道やらせればいいんじゃないのみたいな感じしか思ってなくて。なるほど。そう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 、だからバカバカしちゃうじゃん。生きると思ったらもうバカバカしちゃうじゃん。ああ、はい、うん、だからいけないかなっていうか、夢だったプロレスの方がすごく僕としては貴重で、あ、はいはい、プロになってもうめっちゃ、ね、稼いでめっちゃ有名になって、はい、いい思い、戦ったらもう30以降からは何やってもいいかなって思ってたんだね、はい、その時は、はい、でも今思ったらさ、そっからの人生は長いだ。あ、そうですね。そう、30以降は。だから逆に格闘技って道来て、格闘技の方がプロレスよりちょっといろいろ短いなと思ったら、あ、はい、まあ、こうやってジムもやったり、まあ、いろいろねやれてよかったんだけどね、自分にとっては。あ、はい、一番自分にとって大事だったのは自由だったの、結局。あ、自由。なんかプロレスやりたい、格闘技やりたい、いろいろあったけど、僕が一番大事だったのはやっぱ自由だったから、だから格闘技とかプロレスっていうのはある意味
合ってたんだね。練習してそれこそ強ければいいんだみたいな。それがすごい良くて、はい、でやっぱりこの自由っていうのを取れてね、自分はね本当にね、あ、転職だなっていうか、あ、格闘技来ちゃ、どちらかと来ちゃったんだけどね。だって子供の頃ないから。あ、そっかそっか。そうそうそう。したらなんかやっていくうちに、なんかこれ転職じゃねえかって途中で思ってきた。あ、気づいて。その時はね、突っ走ってるだけだけどさ、食べれないしね、まず。あ、そっか。そう、食べれないのに目指してんだから、まず。いや、それが、確かにおかしいですよね。うん、そう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 。それはその前に海外も行ってたし、修行でやっぱいろいろ自由を見ちゃったから。あ、そうすると自由を見ちゃって、こういう生活始まったでしょ、はい、試合やって、あ、じゃあ、次取材はいつですかって。いや、忙しかったの、すごく、はい、その、30ぐらいの時ってチャンピオンになってる時だから。あ、そか、はい、めちゃくちゃなんか忙しくて、はい、でも全部自分で決めれるわけ。あ、何時何時何時、はい、うん、いや、すみません、ここはもう僕は3週間海外行っちゃうんでいませんとか言って。あ、それが、そうそう、そっか、チャンピオンになって手にした自由。いや、まあ、チャンピオンじゃなくてもね、チャンピオンのみんなそんな感じ、格闘家は休みます、はい、何時に取材来てください、で試合は夜です、もう自由、朝なんか起きないしね。あ、はい、それがすごい合ってて、いろんな経験をしたらなんかすごくいい仕事だなっていうか、まあ、うん、自分にとってなんかこうそこで考えるんだね、仕事って言われると、じゃあ今ジム仕事じゃないよって思っちゃうわけ。なんでかっていうと、はい、自分にとって仕事って自分が一番かけてきた、なんかもう命削ってみたいな、やっぱり戦いしかないんだよね、仕事っていうと。でもう一個あって、もう一種の仕事、はい、これはね、バイト時代とかの、はい、うん、時間が決まってて帰れねえみたいなね、あ、はい、なんか嫌なことをやるのが仕事みたいな、あ、それがいう意味合いもあって、でこの二つしかないのよ、嫌なことをやるのが仕事、はい、すっげえ楽しいことやな、仕事。あ、はい、だからそう考えると、仕事っていう言葉があんま出たことないと思うんだけど、だから、そうですね、うん、多分一回もないと思うんだけど、はい、そういう感覚がないよね。はい、うん、戦いが仕事っていう。あ、はい、うん、あと嫌なことやるのが仕事か。あ、だから出てこないですよ、僕のワードで。あ、仕事っていうのは、うん、確かによくあるし、いいじゃん、大人が、いや仕事だからしょうがないよみたいな。ああ でそれはないじゃん、はい、仕事だからしょうがないってことをやらないから。まずそう、あれ仕事だからね、しょうがないの、朝起きるのも仕事っていう感覚はないでしょ。で戦いは本当の仕事だけど、まあ、今オファーがない限りないからね。ああ、だからまあ仕事という言葉はあんま好きじゃなくて、ああ、ただやりたい風に生きてるだけなんで、やっぱ、うん、経験が大事だと思うね。経験、経験ものじゃなくて、経験をすることですごいこう、なんていうのかな、エネルギーもらって、あ、面白い経験も語れるし、うん、それってなんか大きいよね。あ、そうですね、うん、みんな思い通りにいかない中で生きてるんですよ、一日のうちの10時間ぐらいは、はい、10時間もだよ、10はだって往復するし、まあ普通に考えて9時間だよね、はい、最低でも1時間が昼食、はい、で往復で10時間から11時間、いやこれ相当すごいよ。それで寝る、家の時間と考えたらほとんど時間ないから、これはね、土日がみんなやっぱ予定埋めるし、はい、あ、次の月曜日からこうゆっくり しないと持たないみたいになっちゃうよね。どこも行けない、そう、常にそれを考えながら生きてって、でだんだん疲れた頃に、いや退職金があるからもうやめれない家のローンがあるからやめれない、あ、家族いるからやめれないって縛りがでしょ、はい、で今度さ、周りに世間体があってさ、俺はもう半分これで亡くなって沖縄で住みたいってた時、はい、あんないいとこ行ってあんな年収もらったのにそんなことやるのみたいなね、あの地位をみたいななっちゃって辞めづらくなったり、当然奥さんだってなんだこの給料安くなって、行きたくない田舎なみたいなっていう人もいると思うし、なんか会社とかで勤めるっていうのは世間体が常に近いっていうイメージなんだよね。確かに、だから自分はそう考えるとこう世間がいないんで周りに、
そうですね。そう、周りにこう自分の世界しかないから、その、もし会社やったら自分も大変だろうなっていう感じはあるから。周りがこうしてるからこうしなくちゃいけないみたいな。そうそうだね。感じじゃないですか。常識だね。そうそう、学校とかも全部、仕事とかも。そういうなんか周りがこうしてるからしなくちゃいけないっていうのはいらないですよね。もういらないね。ないですね。それは。あ、それでもすごい大丈夫、そういう風になっちゃって。あ、なんかまずいですか。うん。まずい。いやー、それ早すぎだな。その考えに気づくのは早いね。まあそういうふざけた生き方で来たけど、確信は持てなかった。俺だけこんなことやってていいのか。あ、はいはい、みんな普通に生きてるのに俺だけこんな、はい、あったんずっと、はい、でもそれが私はもう聞きませんみたいな、なんか今早い大丈夫かなと思ってなんかいやでもそれなんか菊田さんみたいな人いなかったら、うん、そういうのはなんか思わなかったかな。ちょっと待って、俺は煽ったってこと？そういう生き方もあるっていうのを別に僕も菊田さんみたいにそんな全然強くもないし、いや、あのなんかこれからだよ、うん、小さい頃から自信があったとかそういう確信があったとかそういうのも全然なかったんですけど、うんうん、まあ別にやれるだけ、まあ、別に死んでもいいんで別にやれるだけちょっとやってみれば、うんうん、本当に好き、ただ好きなのに。一番死ぬので怖いのは、はい、よくあるのが死ぬ間際にこれをやっとけばよかった、あれをやっとけばよかったみんなに言う多いんだって。なるほど。なんかね、そういう取材みたいなのってオーストラリアとか。ああ、そうですね。やっぱあれはね、なんかわかるよね。あ、俺も多分格闘技とかやってなかったら絶対思ってたと思う。あ、そうですね、うん、絶対思ってた。だってまずあのプロレスやめてる時にもう何回も後悔したから、あ、こんなつまんない20代前半があるんだって思ってた。あ、こんなつまんないことになっちゃうんだなっていう。あ、そうなの。だから今から考えると考えられないけどね。今そんな、ね、楽しく生きてるから。でも楽しくないっていうのあるんだなっていう。あ、そうそう、それが、まあ、いっぱいいるんだろうなと思いますけどね。あ、はい、まあ死ぬ時にやっぱ後悔するのは一番怖いですね。だからそういう意味では僕は今もうただ自由に時間使ってるだけなんで、うん、全然なんか死んでもずっと好きなことやってるから普通にそういう後悔なんか少ないと思うんですよ、普通に仕事するよりも。今の時点でね、今の時点で会社行ってるよりはもう好きなようにやったからやってるからまだいいよね。そう、明日しかないもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。そういう考え方なんか違うのかな。みんな仕事って先を見てやるじゃないですか。そうだね、はい、先見すぎだよねちょっとね。いやそうですよ、何十年後見てんだって話。公務員になりたいとかっていうのも、ね、まあでもよくあれだよね、新潟に行ってて連絡くれててね、たまに。あれ連絡くれる人って珍しいんだよ。でも、あ、そうなんですか。珍しいよ、あんまいないよね。あ、そうなんですよ、こっち帰ってきたからじゃあ飯ね、なんかどう会いましょうみたいなね。なんかこんな若者がねまず珍しいから、はい、ね、帰ってくるとねたまに言ってたよね。あ、そうですね。でこう人生論語っちゃってね、はい、でも結構ふざけてる大人でしょこれ。ふざけてます。ふざけてますね、みんな。ふざけてますってなんで。みんな分かってると思うんですけど。マジか。でも分かるでしょ、なんかもう家見てもふざけてるの。そうそうそう。ふざけられる力量があるし。うん。まあまあ、力量あってもなくてもふざけるよ。ああ。そうありたいですね。ただこれ力量、まあそれがなかった時は多分ふざけて、ふざけたもう、ね、頭おかしいやつで終わっちゃうんで。ああ、はい、そうそうそう。確かに。さっきのあの常識の話って面白いよね。あの人が決めた常識だからやっぱりね、人が決めた常識でしょ、はい、で8割の意見じゃん。そういう意味ってね、8割が動いてるっていうか、はいはい、それに乗るってさ、人の常識に乗るだけだもんね。人の考えに乗るだけじゃん。あ、そうですね、楽っちゃ楽っす。自分で考えることなんで、どうしたいかは、はいはい、その世間の常識こうだよと言われてもそれ人の考えじゃないですか。あ、はいはい、うん、その人の考えに人生預けるってのが、だから責任取れなくなっちゃうんですよみんな。あ、うん、確かに会社がこうだーだとか言って自分で責任取れてないから。あ、だからね、これね、また面白い話があってね、河本ひろさんね、ひろさんに昔会った時にね、はい、すっぱだかで歌ったんですよ。あ、はいはい、たまにやるわけ、あの人。
ライブ中に全部脱いじゃん、バーンって。あ、そうなんですか。うん、初めてそれを見て、はい、でその後控室に行ったんですよ。はい、ネヒロさん、すごいですねって、ファンの人の、ね、ためにああいうことやるんですよねって言ったら、はい、えとかこっち向いて、はい、僕はね、ファンの人のためにやったことないよって言われた、はい、うん、自分のために来てるんだっていう、自分のやりたいからやってんだっていうとこをすっごくね、力強くそこでまた教えてもらった。俺なんかその時は、じゃあファンのためにじゃあなんとかとか一応考えてるわけ、いろいろ、はいはい、うん、だからよく言うじゃん、誰々のためになりたい、誰々の力になりたい、なんかあれがあんまり、だからその日そこからなんかこう好きじゃなくなっちゃった。あ、なるほど。じゃあだって誰かのためにってさ、自分の本当の子供とか奥さんと家族のため以外に死ねるか、はい、いや無理っすね。無理でしょそれは。だから なんかそういう極論になっちゃうとまたね、頭がおかしいと思うんだけど、誰々のためにってやっぱちょっと違うんじゃないかな。自分が自分のためにやりなさいよって思っちゃう。自分がそれをしたいからやりなさいよっていう。そう。だから、何々のためにって言った瞬間に、人のせいにしちゃうんですよ、結局。あ、そうっすよ、ね、うん。会社のためにやってますって、会社がなんかって時、いやー、やろうみたいになっちゃう。あ、そうですね。そう。常に責任を、なんか、一見悪い言葉に来るんですよ。俺、自分のためにやってます。でも、実はあれは責任を取る言葉なんだよね。そう、自己責任ができない、できる人じゃないと、あの言葉って言ってない。思うね。その本質をちゃんと、そう、本質をちゃんと取れてる。自分のために生きるっていうのをすっごく教えてもらって、それからはもう本当に、だからね、ヒロさんと会ったのはね、20後半なんだよね、実は、うん。だいぶ古いんですよ。で、本当プロになりかけの時ぐらいに会って、あ、そう、すごい影響受けたね。哲学者だね。ほんと素晴らしいな、素晴らしい先生です。あ、先生先生ですよ。もう会うたんびにそんな哲学ばっか話すからもう嫌になっちゃってたまにマハ君とかね、マハと一緒に行くんですけど、マハだったら楽しそうに喋ってるけど、俺はちょっとこう難しい話ばっかなんじゃないか。振り返るとでもほんとめちゃくちゃやってきてよかったなと思うね。だからまあ独身だったのもしょうがないよね。で40ぐらいで結婚したらもう、またちょっと自由度を変わったらね、いろいろね、とはいえね、別になんかあの家族は欲しいんだけどね、はい、そうそう、それはそれでね、家族ごと自由にさせたいの。もう自分一人はあり余ってるから。そう、まあまあまあやり続けるけどね。あ、うん、やっぱり子供とかいたらね、こういう背中を見せたよね。あ、そうですよね。なかなか子供にちゃんとした教育をできる親ってもいないと思う。だって経験がないんだもんだって。あ、そうですよね。確かに一緒に成長していく。そうそうだと思うんだね。うん、その自由なとこって、やっぱ、みんな自由ってちょっと履き違えてるのが、その枠の中の自由じゃないですか、あくまで。必ず仕事して、でここの中余った時間が自由みたいな、この枠ってなんで必要なんだろうと思うんですけど、僕この枠はもういらないと思うん で、うん、でその菊田さんもこの枠がいらない人じゃないですか、まあでもこの枠に入んない、確かに僕みたいにまだ力も何もないっていうのは、結構もうなんか縛りがあったりとか親の力借りないとまだ全然生きていけないんで、まあ、その枠自体はすごい必要だと思うんですけど、ずっとここにいる必要は絶対ないと思うんですよ。なのになんかそこに留まっちゃうのってもったいないなとか思っちゃうんです。それがだからその仕事とか一般的に言われるものだと思うんで、なんかこう嫌なことは必ずやりなさい。あ、そうですね、はい、それは当然でしょ、生きるんだからでっていうな考えはまずちょっとね。あ、そうですね、ちょっと違うよね。楽しいことだ、なりたいものになるためにやる嫌なことと、仕方ないからやる嫌なことって全然違うじゃないですか。本当にその通りでね、もう癒されすがちょっと違うよね、全然ね。ゲームはね、楽しいからさ、寝ないでもやるのよ。寝ないでやるのさ、大変な思いしちゃってんだねと言う人がいなくてさ、あ、確かに。そう、本当ね、楽しいと楽って違うんですよ。プロになって、選手になった時に、カメラマンを目指してる人がいて、あ、はいはい、で、本当はこれで一本できたいんだけどね、はいはい、プロになると、
まあ、好きなこと仕事やると大変じゃないですか。なのでまあちょうど趣味と半分仕事がちょうどいいんですよみたいな言う人いるんですよ。だけど好きなことを仕事にすることがなぜ大変かというと、はい、一つに、まあ、お金がかかるわけですよ結局。お金かかるからもう必ずやらなきゃいけないわけ。試合の日にあれだけ何万人とか何千人集めて、はい、試合ちょっと体調悪いから出たくないって言ったら成立しないんですよ、はい、これがアマチュアできちゃうんですよ。休みますってそこでそういう差ですよ。プロと、そうそうそう、でも決まったものを必ずやるっていうのがもうプロだから、どんな怪我したっても行かなきゃいけないし、練習もそうだし、まあ好きな時に練習するね、アマチュアだったら。ああそうですね。でしかもさ、取材も受けなきゃいけないじゃん、何回とか行ったんだって、はい、それは責任が出てくるんで当然それはそうだし、それをプロは大変だからとかいうのはなんかちょっとね、うん、当たり前じゃん。ああそうそう、うん、仕事にするといろいろ嫌な思いもあってって、これはねもうねセットなんですよ。だから批判浴びるのもセットだし、もう文句そうなるのもそうだし、すべてもうプロの仕事だと思ってた方がいいと思うね。うん、自分は特にトップの仕事はもう嫌な、嫌な思いをすることは仕事だと思ってるんだ。ああ責任が全然、そうそう、うん、なんかねチームメイトからも言われるかもしれないし、いろんなあったり、まあ、もしかしたらさ急に傾くかもしれないじゃん、わーってお金も払える。でもそれは嫌なことやるのはシーンのトップの仕事だから、そういう感じかなと思いますけどね。うん、楽しい、まあでも含めてだからね。まあそこのができないんであればそれはしょうがないです。そのさっき言ったいい話、枠があるっていうのは本当はこの8時間も楽しくいけるはずなのに、どうせだったら楽しい風にしたいよね。そうどうせだったらね、はい、まあこれはそんなの菊田さんだから言うんですよとかってなっちゃうんだけどね。あまあそうですとか言われるけど、ある意味妥協しないで石の上にも3年という言葉に歯向かって、やっぱダメなものは続かないもの全部排除してってこの形になったっていう、どっかでみんな妥協しちゃったの多分。あ、うん、一生これでいくっていうなんかやっぱなかったんだろうね、そこまでの覚悟。あそか、うん、と思うよね。覚悟が決まってれば何かしら行く可能性あると思う。覚悟はないと、あれここまで落ちるとやだな、こういう風になるとやだなって言って、リスク取れなくなっちゃう。40までアルバイトをやろうと思ってたから、その覚悟があるってことは結局さ、今思えば40までアルバイトや40までさ、はい、何やってみんのよ確かに、そしたらどっかでなんとかなんじゃないのってね。あそうそうそう、逆に逆にね、まあそこまでかかんなかったけどね。いやそうですね、実際は。いや今一番いい時でさ、すごくいい20代の、あ俺やっぱ思ったけど、この20代の特に25から30の間でもっと短いかな、この5年間でも多分一生涯決めたと思った、3,4 年で、はい、この3,4 年の27ぐらいから30のやってきたことなかったらもう絶対今こうなってない。あ、うん、ここで全部決めたことこの3年間で、はい、それぐらいね大きかったの20代の3年間。いや27まで年収60万だって言ったでしょ、今一緒ぐらいでしょ年収そうですねこれが27から30でやっぱりこうあそこでちょっとな負けたりなんかしたり休んだりしたらもう多分もう全然違う生活になさる、うん、この3年間で一生分決めたかなって感じですね。27まで年収60万なわけじゃん、もうやめとけばっていうね思う人もいるわけですよ、まあ、27からさ、はい、なんかこういきなり天気がねパンクラス入って天気がこう なんかこうピュッとこう変わって、あれずっこけてたらさもうないんですよ。そうですよね。で仲間がいたから仲間引き連れて行ったから、あすごい重宝されたわけ。あ、うん、今ちょっと仲悪くなってね誰もねえけどただね一つのことに本当にみんなトップになろうって集まったメンバーで、まあ、今練習来てるか分かると思うけど、
練習はとにかくみんなでバーッとやれたんですよ。それが本当大事で、みんな各それぞれ活躍できたんで、それでもういいみたいなってね、かけがえのない期間なんですよあれは。あ、ね、うん、バラバラになってるけどいいね、同士でやることは間違いないし、みんないたからってなったわけだし、これは別にね長く続ける人もないんですよ、うん、このチームが別にみんな長くして、なんだよみんな、それはもうみんなそれぞれ意思があるから。ああ、そうか、まとめておけないですもんね。まあそれはやりたいようにね、チーム出したなんてもう当然ですよ。だって悪の強い、やっぱそういう集まりだから。ああ、うん、そうだ、喧嘩したんですかなんだとか言うけどそういうことじゃなくて、もう別にみんなそれぞれさ、でそこでちゃんといろいろ学んでチーム出したりしてるわけじゃん。で活躍してる、で指導するでしょみんな、はい、頑張ってるじゃないですか。でも俺はね、まあ、ビジネスマンっていうのは全く興味なくて、分かってると思うけど、ビジネスっていうのは本当に興味なくて、ビジネスって言った瞬間もうやりたくないんですよ。あ、うん、もう遊び、うん、って言うとちょっとまずいな。ビジネスマンっていうのはすごく嫌で、であとはその指導員、はい、コーチ、コーチになるために格闘技始めたわけじゃないし、あ、はい、自分はもうぶっ飛ぶっていう、さっきの方が聞いたと思うんだけど、はい、ぶっ飛びながら行きたいから、あーもうジャングルとか行ってこんなボート漕いでうわーとかね、あーもうぶっ飛ぶかビジネスマンじゃないっていう、この2つを生きてる中で強く思ってるんで、本当にその2つはね強く思ってるね。一緒にぶっ飛ぶんだったら練習はするよ、練習してるでしょ。そうですね、なんか指導者になってよ、誰か育ててわーってやってもそれはやっぱり本人の実力なんで、そうですね、そうそうそう、もうそれは絶対そうなんだよ、はい、うん、いやそこに一生はちょっと使えない。いやそうですね、うん、で悩み、結局悩みよりも俺がただ喋っただけになっちゃったんだけど、結局何だったの質問は。僕も、うん、結構周りからしたらふざけてる人なんで、うん、だろう、でも友達10人中9人ぐらいふざけてるって言うと思うんですよ。あ、本当、はい、ほんで、うん、ふざけの極意みたいな。ふざけの極意。なんか僕まだ人生でふざけたことはあんまないんで、これから先人生でふざけたいなっていうのはちょっとあるんで、全部をかけてふざけてみたいなっていうのはあるんで。ああいいですね。そういうなんか全部をかけてね。はい。やっぱりね、常に忘れてほしくないのは、はい、やっぱり子供心だよね。子供の頃の心をやっぱり忘れないで、こんな大人いるのかっていうことをやっぱりやっててほしいなと思うんだよね。今度ね海外行ってね、例えば本当にアマゾンで本当カヌーのところだってね、原始人、原始人の現地のさ先住民みたいな、もうふざけてるでしょ。こんなみんな働いてる時にそんな、でも子供の頃映画で見ただろうみたいなね、とかね。あ、まあ、そういうなんていうのかな、でも子供心ってすごく大事ですよね。あれがいつしかなくなっちゃうんでみんな。その時の発想が作るんだよね。いろんなもの。あ、そう。そうなんですよ。だ例えばあの話、はい、ビートルズってあるでしょ、はい、ビートルズってあれ日本公演来た時あれ、はい、22歳とか3歳とか4歳だよ。みんな。そんなですか。あれが結局ずっと歴史残っているじゃん、はいはい、だから子供の頃のやっぱりその若い子の発想ってすごく大事で、それがずっとその曲になったりなんだったりふざけてる感じがそのまま歴史に残ってるわけですよ。あ、ちょっと話変わっちゃったけど、いやいや、はい、うん、なんでその例えば子供のようななんか時のその、まあ、例えば虫追っかけてるじゃないけど、はい、虫をかけるのにそんなとこまで行ってやってくね、こう山行って川からって、そんなバカな大人いるのかっていうやっぱりその子供心のバカさをとことん追求していく、あ、これを忘れないでいってほしいですね。それが俺やっぱ芸術とかだと思うし、はい、なかなか普通はできない ふざけの極意だと思うね。ビートルズとかも、うん、そのふざけてんだよあのシャチ。あ、そうなんですか。めっちゃふざけてるよ。世間体とかに載せられて、その曲調をなんかその今風とかに変えてっちゃってたら、そのないってことですね。そのそうだね、新しいことをバンバンやったからあの人たち。ああ、はいはい、そう、今までなかったような、は
新しいサウンド常にふざけてるのビートルズで、ふざけてるんですね。イエスタデーとかレッドイットビーばっかり出てくるけど、はいはい、めちゃふざけた曲いっぱいあるんだよ。あ、そうなんですか。最後終わった瞬間にバカバカ本でボーンってバカバゴンね今だってないもんそんな歌。あ、すんごいふざけてる。でも真面目な歌もあって、はいはい、そうだからなんか要はジャンル的にすっごい幅の広いんですよね、みんなね。あ、じゃあ不安が人間力っていうか、そういろいろ広いんですよ。その広い広い、あんなふざけたねチームなかなかないんですよ。人間って面白くてさ、はい、ふざければふざけるそのみんなできないし、結局確信ついてんだよね。あ、正しいこと言ってるんですよ。でもみんなができない正しいこと言ってるわけ。だめちゃくちゃなことやってるからロックンロールじゃなくて、めちゃくちゃなことをやりたいみんなの分身なんだよね。マッハの入場テーマなんだけど、ハイローズの時の、はいはい、子供の頃の夢を叶えられなかったんだったら大人のふりすんなって歌があるわけよ。あ、はい、子供の頃の夢を叶えられた大人のふりすんなつって、はい、ライブ会場でみんながうわーってやってるんですよ。あ、はい、全員大人ふりしてる人たちだよあれその時だけぶっ飛びたいみたいな感じなんですかね。そういうこと。ここ来る時だけはそういうこと。そうで、ここ同心を、はい、だからやっぱりね、ぶっ飛びの極意はあれだね、子供の頃の思いを忘れずに遊ぶこと、体験したいものを真剣にやる大人になる。そうすると素敵な大人なんじゃないかな。同心、同心を忘れずにそれを真剣にやるって、遊びを真剣にやるって。そうだ、よくまた遊んでんですかとか言われるけど、遊びじゃないですよ。遊びは括弧経験だから、経験だから、経験を真剣にやるっていう、その遊びを経験を真剣にやることが、この人ふざけてるなぁ、多分見られるんだろうねっていうのを作る。そうね、そういう風にやってきましたよ。何十年まで海外何回行ったことあるんですか。130回です。なかなかいないよ、ふざけてました。一時ね、年に6回ぐらいか7回ぐらい行ったことあるんですよ。いつ試合してたのっていうのね、年に6回か。向こうでもちゃんと取るんじゃないけど、もちろん、それはライフスタイル。じゃあ、柴君、ありがとう、今日。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。面白かった？楽しかった？あの、お父さんとお母さん言っちゃダメだよ。